ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は横浜館内、今回伺うお店はですね、初訪問、事前に写真で見てみるとですね、淡麗なスープの上にうまそうなワンタンとチャーシューが浮かぶこちらの一杯です。
はい、というわけでご覧いただきました水島さんのモカチョチャーシューワンタンでした。美味しかったです。まず一番最初に、自分はの個人的にはもうあのモカチョだからいいとかカチョがあるから悪いとかっていうのは、ね、一切自分はない派なんですが、もうこれフラットに、セミでも食べてもこの、水島さんのラーメンいっぱい美味しかったです。でですね、まあ、今回写真でまず見てから伺って浮かんでるチャーシューワンタン、クオリティ高くうまいんですが、本当にスープと、むしろ自分はこのメインのトッピングよりも海苔とかですね、メンマの方に結構驚きがあってですね、これ一口目スープ、本当にスッキリしてるんですね。あ、すごい、まあ見た感じも透明度高いスープですが、本当に見た感じのスッキリしたスープだなと思って飲んでいって、まあ、チャーシュー、これ味入れ控えめで美味しいんです。肉ありで、ワンタンはね、もう、あんですか、具の味付けも絶妙でうまい、メインのトッピングっていうんですか、いただいた後で、海苔に差し掛かってね、おなんか海苔の風味がいつもよりすごくスーダン濃く感じた、これいい海苔だなと見ながらいただいて、その後メンマも、これはね甘めの味付け入ってるんですが、これも美味しく感じて、それさらか食べさらに食べ進んで後半ですね、お店の方もおすすめで、こちらは卓上調味料が、白胡椒一品なので、それをね、とても合いますよということで、ああ忘れてたなと思って入れたら激変。これ要はあのとてもすっきりしたスープだから旨味がしっかり出ていて、徐々に徐々に緩やかに味が溜まっていくんですよね。なので自分でもあの味だまりがあんまり感じないまま食べ進んで、途中海苔で風味の濃さをより感じたりとか、メンマの味付けの具合を普段より、ね、濃く感じたり、そしてさらに最後の塩コショウもガラッと変わるというのも、あの口残りが本当にこうしつこさがないんですよね。でも自分でも自覚がないぐらいのすっきりさでどんどん溜まっていくスープの味わいというのを今回はっきり感じました。そしてもう一個ですね、ここは無料サービスでおにぎりがついていまして、これはもう、数量限定なので、遅くね入店されるともうないということも多々あると思うんですが、今日いただいたおにぎり、これ昆布と山椒のおにぎり、これも美味しいんです。しかもこれはあの食べ終わりについていただいて、あやっとけばよかったなと思ったんですけれども、このおにぎりをね、海苔で巻くと、まあ、そりゃそうですよね、よりうまいですよということで、これデフォルトでこちらは海苔が5枚あるので、ぜひぜひちょっとね最後まであの忘れずにいた方はこのおにぎりと海苔っていう組み合わせももちろん美味しいと思いますので、ぜひぜひ試してみてください。はい、そして今回は、いただけませんでしたが、次回訪問時にはねこの昭和という風についた方の、ラーメンもぜひいただいてみたいなと思います。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。